チェリー、ロビンソン、空も飛べるはずといった数多くの名曲を生んだバンド、スピッツ。スピッツはギターボーカルの草野正宗、ギターの三輪哲也、ベースの田村明宏、ドラムの崎山達夫の4人組バンドだ。スピッツ結成のきっかけは、同じ東京造形大学に通う草野と田村が重音部で出会ったことから始まった。そこでドラムとギターのメンバーを加えて活動をスタート。もともとはチーターズというバンド名だったが、後にザ・スピッツへと変更。そしてその後、草野がザ・ブルーハーツの曲人に優しくに出会い衝撃を受け、バンドは活動休止に。そのまま草野が武蔵野美術大学に再入学したため、ザ・スピッツは一旦消滅してしまう。とはいえ、草野と田村は仲が良く、つながりが途絶えたわけではなかった。別々の大学に通う中、草野が本格的なバンド活動をしようと田村に声をかけた。そして田村は幼馴染の三輪哲也を誘い、さらに三輪が同じ専門学校のフォークソング部である崎山達夫を勧誘。こうしたつながりによって集結した4人によって、1987年にスピッツが結成された。なお、スピッツというバンド名の由来は、もともと草野が S に P が続く単語を好んでおり、辞書でスピッツという言葉を見つけたこと、またドイツ語で尖っている、辛辣なという意味を持つこと、そして犬の品種である日本スピッツは小さい犬ほどよく吠えるとされていることから、この名前に決まった。関東のライブハウスでライブ活動を続け、結成からわずか2年でワンマンライブ300人を動員するほど着実に実力をつけていった。そんな彼らを逃すまいと、複数のレコード会社がメジャーデビューの話を持ちかけ、1991年にシングル「ひばりの心」とアルバム「スピッツ」の同時発売でメジャーデビュー。だがデビューしてすぐだったこともあり、オリコンチャートではランク外という結果だった。その後、1994年にはあの「空も飛べるはず」をリリースするが、当時はまだ7万枚ほどしか売れていなかった。そんな状況を打破したのが、1995年に発売した11枚目のシングルとなる「ロビンソン」。この曲で初のオリコンチャートトップ10入りを果たした後、3ヶ月後に発売したシングル「涙がきらり」もオリコン初登場2位を記録。ロビンソンはロングセラーとなり、後にミリオンセラーにもなった。さらに同じ年に発売したアルバム「はちみつ」もオリコン1位になり、ミリオンセラーに。この年で一気にブレイクを果たしたスピッツだが、その後も勢いは止まらない。ドラマ「白線流し」の主題歌に「空も飛べるはず」が起用されたことにより、リリースから2年の時を経て、空も飛べるはずがオリコン1位&ミリオンセラーに。さらに 13th シングルチェリーも大ヒットとなり、もはや知らない人はいないほどの存在となった。そして1997年には音楽イベントロックロックこんにちはを主催。彼らにとって初の主催イベントだったが、今もなお恒例のイベントとなっている。その後もシングル運命の人などを発売。2009年には初のアリーナ会場での単独ライブを実施。2013年には初の日本武道館公演も成功させた。2019年には NHK 連続テレビ小説の主題歌に優しいあの子が起用されるなど、現在も引っ張りだこの状態だ。多くの人々の心をつかむ楽曲を生み出し続けているスピッツ。彼らの勢いは今後も加速していきそうだ。このチャンネルではこのような漫画をどんどん投稿していくので、見逃したくない方はチャンネル登録・高評価よろしくね。また他のアーティストのリクエストがあればコメント欄にお書きください。